ご視聴いただきありがとうございます。ゴッドマンです。ハイエースベース埼玉に追加のカスタムでご来店の菊池様を取材させていただきました。ことの経緯を要約させていただきますと、ハイエースワゴンで気になり始めたことがあるとのスタッフへのご相談でした。ご内容としましては、車内での着替えや車中泊時にプライバシーの観点で気がかりとのことです。スモークフィルムの施工はされているものの、夜間はなおさら不安とのことでした。確かにそうですよね。ハイエースベース担当の奥山さん、そしてご納車担当の二塚さんへ共有され、今日この日を迎えております。追加カスタムの内容としては、リア5面カーテンとセンターカーテンの取り付けです。ハイエースワゴンといえばサンシェードの取り付け、濃いスモークフィルム施工が有名どころではあります。サンシェードに関しては強いて欠点として述べるのであれば、取り外しの手間があると思います。走行中はクォーターパネル以外の窓は見えた方が都合いいですよね。ハイエースのサンシェード取り付けあるあるだと思います。そしてですね、今回なぜ撮影を交えた取材になっているのか気になりますよね。怪しいですよね。めちゃくちゃ怪しいですよね。わかります。この時点でお気づきの方もいらっしゃると思いますが、ハイエースワゴン GL× カーテンの情報って少ないですよね。ネットでも検索すれば数件はヒットしますが、数は多くありません。実はですね、この度フレックスオリジナルでリア5面カーテン、そしてセンターカーテンが発表となりました。今回菊池様のお車がハイエースワゴンへのお取り付け初号機ということで、ゴンダマンが出動となった次第です。ハイエースワゴンでカーテン取り付けたいという方多いと思うんですよね。家に多かったですし、今までなかなか目隠しっていうカスタムパーツで幅が効かなかったので、注目を浴びるのではないかなというふうに思っております。カーテンの適合情報だったり価格は概要欄に記載があるので、お役立てください。お待たせしました。大変お時間いただいてしまって申し訳ないです。いつもの 2.5 倍ぐらい丁寧に丁寧に結構冷えますね。すいません、どうぞ。雨好きなんですよ僕雨男だしいっつも雨が降る、こういう日に。下も受けるんですけど、雨降ってからやめてさっきから雨かなあ、森田さん、せっかくなので取り付け担当としてご説明をさせていただければと思います。はい、わかりました。真っ暗です。真っ暗ですよ、本当に。オープンお願いします。オープン。オープン。おー、てってでーすげー。予想以上に暗いですよね。そうなんですよ。今からの開き方、操作方法だけご説明させていただきたくて、はい、森田上がらせてもよろしいですか。あ、どうぞどうぞ、はい、お願いします。大丈夫です。はい、これだけ。はい、予想以上です。予想以上に暗いんですよ。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。ご満足いただけたようで、すごく嬉しいです。大したリアクションもできず、テイク2やりましょうかね。ここが唯一盲点だったポイントになるんですけど、あ、これやっちゃってるからか。そうなんです。若干干渉しちゃって、はい、助手席のシートだけ少し前に出していただいて、はい、そこ逃がせば、それでこう戻す感じで、はい、はい、わかりました。そのためのものだから。そう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 。そんなそこにええって言われてもね。でも生涯でカーテンって初めてなんですよ、車で。あ、そうなんですか。よくこの辺に付けるやつって結構あるじゃないですか。でもんっていう感じだったんで、ただこの車に関してはこういうのありじゃないですか。うん、確かに。あまりこっちよりはアルファードとかその辺乗ってる方はこっちちょっとやってるのは見たことはありますけど、メリット的にそのミニバンとハイエースのちょっと住み分けが違うんで。そうですよね。でこのスライドドアも取り付いてるので。あ、本当だ。そうなんですよ、スライドドアも取り付いていて、でまあ6面か、すごい、ね、すごいですね。していいこと。あ、めちゃくちゃいいご質問ですね。一応洗えるんですけど、ただネットとかには入れていただきたいです。フックとかついてるので、そこがちょっと外せなくて、プラスチック樹脂パーツになってるんで。結構厚いんですね、これ。結構厚いです。結構厚いんだ。ポリエステルのこうテロテロしてるやつかなと思ってたんですけど。そうなんですよ。意外とそうでもないんですね、これ。意外としっかりしてるアコーディオンカーテンです ね。生地的にどうなんだろう。なんか見るだけじゃちょっと触らないと分かんなかったんで。そうですよね。他社さんに負けないぐらい生地もいいものを使っていて、こうした方がいいよねっていう話をいっぱい聞いた上でアップデートしてってるので、多分隙はないはずです。満身だったらごめんなさいって感じです。なんか製品で気になることとかございますか。さっきの水洗いの件もしかり。カーテンって基本あれですか、例えばこう締めっぱなしにしてた方がいいよとかに
何かする時だけ閉めた方がいいよとかっていうのは別にありますか、うん、強いて言えば防犯の面とかで閉めといた方が中に荷物が積んであったりする場合は保護できます。あとは冷暖房の効きも良くなるので基本は閉めていた方がいいんですけども、助手席側のスライドドアに関しては走ってる時に左後ろって見るじゃないですか。なのでここは絶対に開けといた方がいいかなっていうふうには思います。そのぐらいですかね。あとはぶら下がっちゃダメだよっていうぐらいですね。やらないでしょ。いや、よかったよかった。これであれですね、車中泊も快適でしょうし、で冷暖房も効きよくなると思いますし。そうですね、それが結構、走行中に普段って後ろ開けてらっしゃいますか？まあカーテンついてなかったので結構バックミラーとかも見てましたか？あ、一応ね、うち5型なんですけど、はい、あのデジタルインナーミラー後付けでつけてるんで、一応全然やっても。なるほど、それ大きいですよね、はい、そう、6型とかだったらデジタルインナーミラーで見れるんですけど。なるほど、常時点灯するタイプのドライブレコーダーがついてると。そうです、ここでつけてもらいます。 ありがとうございます。あの、はい、全然関係ないんですけどいいですか？ぜひぜひぜひ。後ろ開けても平気ですか？今大丈夫ですよ。大丈夫ですか？あのこれね、いきさつがいっぱいあって、普通これってあれのうちのドラレコなんですよ、はい、あれをつけてくれて僕頼んだ時に、はい、あれ専用のカメラが必要なんですよ。 そうですよね、はい、どっかにつけなきゃダメだったんですけど、うん、2つになっちゃうじゃないですか、うん、後ろ用のカメラが。確かに。どこにつけますかって言った時に、まあ、これ外したら分かったと思ったんですけど、この中にカメラあったと思うんですけど、それも土台を、はい、これ外しても平気ですか？じゃあ一旦外しますね。全然こんなのいらないですよ。つけてもらっといて。いや、面白い展開だなと思ってます。いやいやいや、壊し出すという。ここの部分の、はい、この台をあーなるほどつけてるんですけど、これの台がなくて、はいはいはい、はい、で、まあ、妻と一緒に群馬まで行ってホームセンターで売ってるんですけど、はい、自分の近くのホームセンターでこのサイズがなくて、いろいろ電話しまくってネットで探してもなくて、群馬の前橋まで行ってそれで買ったっていうイメージがあって、その時に取り付けたんで、多分二塚さんはそれ知ってたから自分にちょっとそういう話をいただいたのかなっていう、うん、あれですよね、ゴリラの鼻の穴でしたっけ？そうです。アクリルの穴埋めのやつですね。皆さん多分誰かの人は知ってると思いますけど、そこに埋めたと、カメラを。 それでできますかっていう提案をハイエースベースさんの方に電話して、とりあえず見させてくれっていう視察があって、で、あ、これなら多分できそうですって言ってやってもらったのがあるので。なるほど。あ、でも本当良かったです。何でしょう、悪影響を与えずにカーテンを取り付けることができて。そうなんです。うん、よかった。まあ、これがあるんで、はい、カーテンあっても別に影響的にはないので、うん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 、あ、本当だ。もうさっきまで気づかなかったですもん、僕。ここがもうあたかも一枚ガラスのようになってる状態。ね、本当実験台で何も中で着替えとかもできるようになりましたよね、これで。あの、やっぱりその夜間にルームランプつければ、うん、スモーク張ってても関係ないじゃないですか。ちょっと漏れるんで、うん、それがないっていうのと、やっぱその冷暖房効果の方が多分強いんじゃないかなと思います。いや、さっき本当にめちゃくちゃいいカメラで光めっちゃ吸収するように設定して、カーテン全部閉めた状態で撮れるか試したんですけど、真っ暗すぎて何も映らなくて、そのぐらい密閉されてました。逆に真夏あれですよね、直射日光入るっていうか、それも遮れる感じっていうことですよね。そういうことですね。中とかのシートのやられっていうんですかね、紫外線とかで傷むじゃないですか。そういうのもだいぶ抑えれるのかなというふうには思います。夏すごいじゃないですか、もう直射日光、あと車内も結構結構暑くなるから。そうですよね。で、すいません、はい、最後に1点だけ後ろ開けます、はい、多分もう視界には入っていることと思うんですけど、一応跳ね上げは問題なくできるので、はい、この後ろ側にはレールついてなくて、ちょっとこうその手前までなんですね。そうなんです。あるのはちょっと逃げがあるので、はい、ここもまあ自然にかけれると思います、はい、反対側も同じです。上がってんなと思ってで、ここは分割されてるので、あの左と右どっちでもできるって感じです。そのカーテンって割とここだけってイメージあるけど、ここってあんまりないからな。確かに。そう、あの貼るテープあるじゃないですか。ああ、サンシェードっていうか、あれ、いや、あれいいよねって、うんうんうん、遮光性のやつもあれ吸盤の確かやつですよね。だからあれはあれで全然いいから、うん、そう、なんかね、貼りっぱなしもあれだし、うん、しまう時もなんか結構面倒くさそうだなって。そうですよね。カーテンの本当にバリエーションが増えたらいいなと私自身は思います。あ、ぜひ反映させていただきます商品企画、商品企画。書くわけじゃなくて、ラインがこんなのあると多分女の人はもっと確かに
さっきいろんなカタログを見させてもらってる時に、はい、ほらあの、うん、リノカはじめ、うん、あとデニムとかいろいろやってるんですか、うん、そっちはあっても、うん、カーテンないんで、確かにそれに合わせたカーテンだとかあったらいいよねなんて話してたんですけど、あ、そうだったんですか。当然最初黒でベーシックに行くのはいいんですけど、はいはい、やっぱり選ぶ側としてはそういう例えばベージュとかいろいろあった方が面白いんじゃないかなって。これは特別仕様が特注品ができる可能性が今もうバーンって上がりました。いえいえ、貴重なご意見ありがとうございます、はい、本当にすごいすごいキフさん、そして奥様、本日は撮影にご協力いただきありがとうございました。ありがとうございます。当初のご不安事であった外からのプライバシーとか保護できないんじゃないかだとか、このあたりがこのオリジナルのカーテンでなんとかプラスに働くんじゃないのかなっていうふうには思ってます。で、今回あの取り付けの様子とかも初めて公開っていう形でこの動画盛り込んでおりまして、多分これから菊池さんの動画見たんだけどっていう感じで全国の店舗にお話が回っていくのかなっていうふうに思っております。いかがでしたか、カーテンの取り付け後の様子を見て。いいよ、あ、よかったですか。よかったです。あの短いお言葉の中にこうギュッと詰まってる感じがしたので、はい、こう僕もすごく嬉しいです。今回ですけどカスタムの様子を取材させていただくみたいな形になってしまったんですけども、また後日菊池さんがどのようにお車を使われているかっていうものを、まあ、別枠の動画で取材させていただければなっていうふうに考えておりますので、はい、その際はぜひともよろしくお願いいたします、はいはい、今後ともハイエースベース埼玉をよろしくお願いいたします、はい、それでは本日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではさようなら。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。